こんにちは。英語学習チャンネルへようこそ。今日取り上げるワンフレーズ英会話はゼロイオンです。直訳するとゼロに向かってですが、これは集中する焦点を当てるという意味で使われます。例を見てみましょう。プロジェクトで多くの課題があるとき、私たちは期限が迫っているものにゼロイオンする必要があるといえば、期限が近いものに集中しようと上司や同僚に提案していることになります。日常生活で使う場合は、例えば新しい携帯電話を購入する際に、私はカメラの性能にゼロインオンしているといえば、私はカメラの機能に特に注目しているという意味になります。このフレーズは目標や特定の事項に的を絞るときに非常に便利です。ゼロインオンを使って、あなたの英会話をさらに具体的にしましょう。覚えておくと、ビジネスシーンや日々のコミュニケーションで役立つフレーズですよ。それでは皆さんもゼロインオンを意識して、大切なことに集中してくださいね。次回もお楽しみに。さようなら。